皆さん、こんにちは。インターン生の許浩哲です。昨日、私は日常会話でよく使われている中国語を皆さんにシェアして差し上げましたよね。今日は電話の簡単会話についてシェアして差し上げたいと思います。まずはじめにシェアして差し上げたいのは、喂という電話をかけるときによく使われる言葉です。喂のニュアンスは日本語のもしもしと同じです。次にシェアして差し上げたいのは、您是哪位という電話に出るときによく使われる言葉です。その発音は、您是哪位です。そのニュアンスは日本語のどちら様ですかとほぼ同じです。それからは、相手の声が聞こえないなどの時に相手に話す言葉です。その発音は、请大点声好吗です。そのニュアンスは日本語のもう少し大きな声で話していただけますかと同じです。もしお友達に電話するとき、おかけになった電話に出る方はお友達ではない場合、どうすればいいでしょう。そのような時、我想找我的朋友、他的名字是〇〇と電話に出る方に伝えれば大丈夫です。その意味は、友達の〇〇さんと話したいのですが、お願いしますです。そのような時、電話に出る方はきっとこのように返事してくださいますでしょう。その発音は、请稍等です。その日本語は、しばらくお待ちくださいです。もしお友達は不在の場合、その方は多分、他现在不在と返事してくださいますでしょう。その意味は、お友達は今いませんがです。そのような時、皆さんは、那我过会儿再打と返事すればいいでしょう。その意味は、では、また後でかけ直しますです。電話をかけ間違えたら、その方はきっとこう返事してくださいますでしょう。没有这个人。その意味は、そんな人はここにはいませんが、です。このような場合、皆さんはどう返事すればいいでしょう。答えはこうです。对不起、我打错了。その意味は、すみません、書き間違いました、です。以上は今日の内容です。続きまして、その内容をまとめます。喂、もしもし。您是哪位？どちら様ですか？请大声点、好吗？もう少し大きな声で話していただけますか？我想找我的朋友、他的名字是〇〇。友達の〇〇さんと話したいのですが、お願いします。请稍等、しばらくお待ちください。他现在不在、お友達は今いませんが。那我过会儿再打。では、また後でかけ直します。没有这个人。そんな人はここにはいませんが。对不起、我打错了。すみません、かけ間違いました。皆さん、覚えましたか？この動画が気に入ったら、チャンネル登録といいねをお願いします。Thank you.